另外这位名人也引起话题讨论，知名 YouTuber 蔡阿嘎吴运行呢发了律师声明，指出他的资深员工罗拉因为有不法的行为影响到公司利益，即日起解除劳雇关系。由于呢罗拉任职超过有10年，过去呢蔡阿嘎因为他很爱买名牌，还去拍了开箱影片，如今出事了，被网友说这一部影片变成了松正影片。这个多少钱？这个这样，哦，忘记了，快点啦！你们知道多少钱呢？真的讲价格？真的啦，22吧。艺人蔡阿嘎和员工罗拉在影片中有说有笑，谈到名牌包价格，蔡阿嘎不敢置信。这个桌上哦，差不多是罗拉头期款就在这边了。对啊，不要再说你没钱买房子。满满一桌不是美食，而是名牌包。蔡阿嘎调侃罗拉，堪称是团队中的精品女王，让网友笑翻。不过6号，蔡阿嘎抛出震撼弹，表示罗拉因为个人不法行为，已经严重违反工作室的政策与工作规则，不得不终止和他的劳雇关系。贴文一出，网友纷纷留言，一年前的开箱影片原来是搜证片，难怪这么有钱。也有疑似曾经与蔡阿嘎合作者指出，罗拉的工作态度很差，翻车真的不意外。团队元老突然被解雇，引发轩然大波，瞬间冲上热搜。目前蔡阿嘎没有正面具体说明罗拉的不法行为，但有法律专家表示，事情应该非常严重，否则不会找上万国法律事务所。东森新闻综合报道。まずはじめに僕自身は、何かにかけたりとか、誰かに代わって、そのスポーツイベントにかけたりとか、それをまた頼んだり、っていうことはないですし、僕の口座からブックメーカーに対して、誰かに送金を依頼したことももちろん全く、ありません、まず僕自身も信頼していた方の、過ちというのを悲しくというか、ショックですし、今はそういうふうに、感じています。I wanted to be here, today to be able to talk. I'm sure it was very tough. It's been a tough week for fans and team officials, and I'm very grateful that the media has been patient in this process. Just on a personal note, I'm very saddened and shocked that someone who I'm trusted has done this.現在進行中 の調査もありますので、今日話せることにまず限りがあるというのも、ご理解いただきたいなということと、また今日ここに詳細をまとめた、分かりやすく皆さんにお伝えするためにまとめたメモがありますので、そちらの方に従って、何があったのかというのをまず、説明させていただきたいなと思います。So、obviously today there's things that I'm limited in being able to talk about. I hope you understand.I do have a document in front of me that I will refer to, that will detail what has happened. まずはじめに、僕自身は、何かにかけたりとか、誰かに代わって、そのスポーツイベントにかけたりとか、それをまた頼んだり、っていうことはないですし、僕の口座からブックメーカーに対して、誰かに送金を依頼したことももちろん全く、ありません。So I never bet on baseball or any other sports, or never have asked somebody to do it on my behalf. And I have never went through a bookmaker to bet on sports. 本当に数日前まで、彼が、そういうことをしていたっていうのも、全く知りませんでした。Up until a couple of days ago, I didn't know that this was happening. 結論から言うと、彼が僕の口座からお金を盗んで、なおかつ、みんな僕の周りもそうですね、みんなに、嘘をついていたっていうのが、結論から言うとそういうことになります。Just to kind of just go over the result, in conclusion, Ipe has been stealing money from my account and has told lies. まず、はじめに言うと先週末、韓国ですね、僕の代理人に対してメディアの方から私が、僕のにですね、違法のブックメーカーから、僕が、関与しているのではないかというスポーツ博打賭博について、関与しているのではないかという打診があり連絡がありました。Last weekend in Korea, media has reached out to a representative in my camp, inquiring about my potential involvement in this.Sports betting.
で一平さんは僕にこういった取材の依頼があるということをまず、僕には話していなかったし、僕の方にそういう連絡はまず来ていなかったということと、まず初めに代理人には、一平さんは僕と話して分かったのは、一平さんにではなく、某友人の借金の肩代わりとして、支払ったというふうに、僕の代理人も含めてみんなに話してました。So Ippe never revealed to me that there was this media inquiry, and to the representatives in my camp, Ippe told to the media and to my representatives that I, you know, on behalf of a friend, paid off debt. で、その翌日にさらに尋問で一平さんは、僕たちの代理人に対して、借金は自分のもの、つまり一平さん自身が作ったものだということを、説明しました。Upon further questioning, it was revealed that it was actually in fact Ippe who was in debt. で、それを僕が、肩代わりしたという話を、その時に代理人に話したそうです。And told my representatives that I was paying off those debt.そしてこれらは全く、全てが嘘だったということですね。And this all of this has been a complete lie. 一平さんは取材依頼のことも僕にはもちろん、その時伝えていなかったですし、代理人の人たちに対しても、僕はすでに彼と話して、彼と話してコミュニケーションを取っていたということを、嘘をついてました。So Ippe, obviously lied about, you know, basically didn't tell me about the media inquiry.僕もそうだし代表、チームもそうですね、チームも、代理の人たちに対しても、つまり僕とコミュニケーションを取っていたっていうふうに嘘をついてました。 So Ippe has been telling everybody around that Ippe has been communicating with Shohei on all of this account to my representative, you know, to my representative, to the team, and that hasn't been true.そして僕がこのギャンブルに関しての問題を初めて知ったのは、韓国での第一戦が終わった後に行われたチームミーティング、の時、あの試合の後のチームミーティングの時です。The first time I knew about this gambling, Ippe's gambling was during the, after the first game when we had team meeting in the clubhouse. そのミーティングで彼は全部英語で話していたので、僕に通訳はもちろんその時ついていなくて、全て英語で話していたので、完全には理解できていなくて、なんとなくこういう内容だろうなというのはおそらくは、理解はできていましたけど、なんとなく違和感をその時は感じていました。 So during the team meeting, obviously Ippe was speaking in English and I didn't have a translator on my side. But even with that, I kind of understood what was going on and started to feel, that there was something, amiss. その時彼は、僕に対してホテルに帰った後で、2人で、より詳しいことを、2人で話したいので今は待ってくれというふうに言っていたので、僕はまずその時は、ホテルまで待つことにしてました。 Just prior to the meeting, I was told by Ippe, hey, let's talk one-to-one in the hotel after the meeting. So I waited until then. で、僕は Ippe さんがその時にギャンブル、ミーティングの時にギャンブルの依存症だっていうのは僕はもちろん知らなかったですし、彼が借金をしていることもそのミーティングの時はもちろん知りませんでした。So up until that team meeting, I didn't know that Ippe had a gambling addiction and was in debt. で、僕は彼の借金返済にももちろん同意、その時も同意してませんし、物件会社に対して彼に送金をしてくれと頼んだことももちろん、許可したことももちろんないです。And at that, 僕が、弁護士の人たちは、これは窃盗と詐欺のことなので、これを警察の当局に引き渡すという報告を、その時にしました。My lawyers recommended that, you know, since this is theft and fraud, that we have the proper authorities handle this matter. これがそこまでの流れなので、僕はもちろんスポーツ賭博にはもちろん関与していないですし、ブックメーカーに先ほど言いましたけど送金をしていたという事実は全く、ありません。So, you know, in conclusion, I do want to make it clear that I never betted on sports or have willfully sent money to the bookmaker.正直ショックという、言葉が、正しいとは思わないですし、それ以上のこう、うまく言葉では表せないような、感覚でこの1週間ぐらいはずっと過ごしてきたので、
今はそれをまあ言葉にするのは難しいなという思っています。You know, to summarize how I'm feeling right now, I'm just beyond shocked. It's really hard to verbalize how I am feeling at this point. まあ、ただもうシーズンも本格的にスタートするので、ここからは弁護士の、方々にもお任せしますし、僕自身も、警察当局の、協力に全面的に協力したいなと思っています。And the season's going to start, so...I'm going to obviously let my lawyers handle matters from here on out, and I am completely assisting in all investigations that are taking place right now. なので、まあ、気持ちを切り替えるのは難しいですけども、シーズンに向けて、またスタートしたいですし、今日まずお話できてよかったなとも思っているので、まあ、今日は質疑応答は、これが今お話できるすべてなので、質疑応答はしませんが、これから、さらに進んでいく。You know, I'm looking forward to focusing on the season. I'm glad that we had this opportunity to talk, and I'm sure there will be continuing investigations moving forward. 以上です。ありがとうございました。Thank you very much.